しょっぱいベーグル、高坂。え、ベーグルって言ってんの？しょっぱいベーグル。しょっぱいベーグル、あのスタンダードなやつ、アンジョ。スタンダードなやつ。なんだ、なんだ、マックグリドル、ドーラ、クロワッサン、歌え、フランスパン、ウソラウザ。おもろいな、おもろかったよね今の。食パン、おまけてそのことやな。はい、6人遊びもさせていただきます。これ何なんですか？というわけで、あれです。広告で気になる漫画。あー、全然わかんなかった。広告で気になる漫画で、なんなら流れ作ってる上さんまであるパン。なんならカフェで、なんか何バージョンのパン買うかみたいな、ね、なんか好きなパンかな、パンかなって思う。しょっぱいベーグルの広告漫画見たことない？うのー、なんかタイトル知らないかもしれない。司がいれば鬼盛り上がりやろ。ちょっとわからなかったな。というわけで、はい、最近漫画が電子書籍で読むことが割と当たり前になってきて、うん、まあ、ひいては、はい、もう電子の方で先に連載がみたいな、モンスターズメイトのね、公式、うん、コミカライズのトエチャーも電子、はい、オンリーですし、はい、広告なんかで漫画よく見ること増えますわな、うん、ツイッターとかでも何でも。でその時さ、なんか最近の漫画とかじゃなくてさ、昔の名作とかも電子化したんで、広告挟まる時にさ、あるある、そこ広告にすんのみたいな、なんじゃん、うん、ありますね。めっちゃネタバレやんみたいな、うんうん、いやいやダメでしょって思ったけどさ、布教するためには必要じゃん。まあね、目を引くシーンが必要だから、はい、っていうことは、うん、布教って1から10組み立てるんじゃなくて、やばいとこバンの方がいけるんじゃないかというわけで、はい、やっていきましょう。第1回モンスターズメイト、単純にネタバレ解禁しまくって自分の好きな漫画のシーントップ3を制して、はいはい、はい、というわけで、はい、やっぱバーンと衝撃的なシーンの方が布教できるんじゃないかっていうことで、はい、なんかいつも我々がやる細かい布教じゃなくて、自分の漫画の好きなシーンをちょっと詳細に語ってネタバレありで、あ、でそのランキング順に発表してったら一番布教になるんじゃないかっていう、ただそれだけです。ネタバレしていいんすね。ネタバレしていいです。あ、いいんすか。なんで基本的に1人が3つ発表していきます順番に、はい、で、はい、その時に発表する前にこの漫画ってまず言ってから、うん、こと細かに説明してください、はい、聞きたくない人はそこを飛ばしてください。はい、この動画に関しては初めてシークバーのタイムスタンプじゃなくて編集でできるやつやると思います。あ、はい、わかりました。なんで、でこの場にいる人たちもその漫画聞きたくないときはリングされてください。わかりました。はい、じゃあそれぞれ3つぐらい考えてもらってるんで、うん、モンスターズメイトによくある勝ち負け決めないダラダラ喋るだけのやつです、うん、はい。というわけで、じゃあ高坂からいきたいと思います。はい、じゃあちょっとまず1個目なんですけど、まあトップ3っていうかパッと思いついたやつ1個ずつ、皆さんクローズっていう漫画ご存知ですか？あの古き良きヤンキー漫画のジェスチャーでこれはないのよ。一番わかりやすい。これやっぱボクシング漫画になっちゃうから。そうね、平手なんかでやんない。ヤンキーないんだ。ボッコボイするか。でも結局こういうことなんじゃない？そういう、まあ、それぐらいしかね。そう、広告というかなんか。いやでも本当。というわけでクローズってのはヤンキー漫画のド禁止島で、はいはい、それこそ馬とかだともう映画でしょ。そうですね、オグリシュンでしょ。うん、まあそれの原作なんですけど、その無印クローズのめっちゃ好きなシーンが一個あるんですけど、はいはい、ポンっていう本庄っていうキャラがいるんですけど、メインのグループの戦うところじゃないけど主人公の前半の敵、はい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 、1巻2巻3巻4巻の時の敵、はいはいはい、で仲間になって、はいはいはい、で仲間になっても強いみたいな、はいはいはい、でギャグの時はめっちゃ一緒にギャグやってくれて、で強い敵と戦う時とかいいとこで駆けつけてくれて、置いてくね俺らをみたいな、うん、もう一番美味しい、美味しいね、めっちゃいい、はい、ライバルとかではないんだけど、はい、のところポジションにいるポンっていうキャラがいるんですけど、はい、このポンっていうのがマスクにリーゼントっていうちょっと古い暴走族っぽい推しをしてるのよ、はいはい、昭和っぽい感じの、なんだけどちょっとストーリーが進んでいって若干ちょっと平和チックになった時にポンがおしゃれのためにマスク外して髪の毛下ろすの、おしたらイケメンなのよ、おあるやつ ねよくあるやつね、ちょっとやっぱ俺も色気出していかないとなみたいな感じで、はいはいはい、ちょっとふわっとした感じになって、したらちょうどそれが新入生が入ってくるタイミングだったの。で新入生が入ってきた時にそのポンの中学校時代の後輩が入ってくるのよ、軍司っていう坊主頭のイケイケのギラギラしたやつだって、したら本庄さんお久しぶりですみたいな感じで来たら、おお前軍司じゃねえかよってヘラヘラって言ったらバシーンってやられて、
あのギラギラした本庄さんどこ行っちまったんだよって生意気聞かれんの。でももうポンも大人になってるからそんなこと言わなくてもいいのになみたいな感じなんだけど、うん、なんかいろいろごたごたがあって新入生たちと在校生たちでちょっとバチバチ戦うシーンで、うん、なんか軍事が歩いてたらおいっつってポンの声が聞こえてパッて振り向いたらリーゼントとマスクに戻ったポンがやろうぜギラギラに戻ってあの過去編の格好になるの大好き侍だからなるほどねあっちゃ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 結構挟んだよそこまでそう結構なってそのだから新入生編やってて最初の感度ねライバルの時のやつやなだからもうあの頃のポンが帰ってきたせが俺らも味わえてなるほどねそうすっごい好きなのこれはたまらないあのクローズってヤンキー漫画なんだけどバトル漫画としての基軸が結構しっかりしててそれがおもろいからヤンキー漫画好きじゃないけどバトル漫画好きな人は読めると思うなるほどねあくまでなんかヤンキーの美学も喧嘩で解決しようみたいなあのよくあるやりすぎるやつは敵みたいなあの倫理観の漫画だからちょっとポップだからちょっとね傲慢とか好きだったら読んでほしいですね。ああ、なんかそれはなんか良さげというか、いいっすね。次はですね、柴田翼作先生のエアマスターっていう漫画があるんですけど、ストリート格闘技のヤンキー漫画とはちょっと違うんですよ。ストリートで戦い合ってどっちが強いかっていう、どっちかっていうとだからバキとか強さとは何か。系の漫画なんだけど、まあ、ちょっと哲学的な考えが入ったりだとか、あとはちょっとキャラ同士がぶっ飛んでてめっちゃ面白い漫画なんだけど、その漫画にね深道ランキングって言ってその漫画に出てくるキャラクターの強さランキングみたいなのが途中で出てくるんですよ。で大体こういう漫画ってさ1位って誰なんだろうってワクワクするけど、うん、結構スッと1位が出てくるシーンがあるのよ。1位出したらさまあどうする、俺が作者だったら基本的にやっぱさ今までの強かったやつを秒殺とかしてさ、はい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 、1位強いみたいな感じになるじゃん、はい、でその1位が出てきた時に2位のキャラと戦うシーンがあるの。おいよいよ、1位のもう初登場ぐらいが初戦が2位なの、うんうん、で2位がめっちゃ強いキャラなのよ、うんうん、そこに出てくる作詞の中であの太極拳を使うキャラで、うん、ジョン・スリーっていうキャラなんだけど、うん、あの続編の八幡ダイバーにも出てくるんだけど、あのスーツを着た黒髪のあの金髪のクールな顔したあの静かに喋るタイプでなんでおめえみたいな感じで突っかかってくるやつとかを、うん、あの対局あの背中とかでバーンってやってかっこよもう一気に吹っ飛ばすみたいな、うん、でもちゃんと強キャラと1-1で戦うシーンがそこまでまだないの、そのジョン・スリーの、その状態で1位のやつあの秒棒って言うんだけど筋肉ムキムキのやつが出てきて、うん、その二人が戦うってなるのよ、うんうん、せっかくジョン・スリーの初のお披露目の場なのにかませになんだみたいな。でも1位の強さを表すにはちょうどいいじゃん、ちょうどいい、まあね、じゃあ秒棒ってマジで強えんだって読み進めるわけよ、うん、そしたらあのなんか路地裏で戦うんでるけど、そしたら案の定ボッコボケされんのジョン・スリーが、うん、技術が通じないのよ、うん、筋肉の前で、はいはいはい、バーンってやってもなんか動かないしみたいな、びくともしない、でパンチを連打で受けたらジョン・スリーの体が浮いてあの壁にめり込んだ、ズド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 みたいな、地面に逃がせないんだね、そうそうそう、でもう最後蹴りでボーンって蹴ったらもうバーンって突き抜けて、うん、でもそしたらジョン・スリーがその蹴りを脇に抱えてもう体中から血流しながらぬって出てきてでもそれでもあのバコンってやられんの、うん、うわー終わりやーってなったら、うん、次ペラってめくったらジョン・スリーがその秒棒1位のやつにトンで、もうボロボロの体で背中から太極拳がボンって一発入れんの、うん、そしたら秒棒がバーンって吹っ飛んで勝ち、究極の脱力、一発で一発でえさっきまでだから、うん、1位の盛り上げのために今まで貯めた2位をこんな使い方するんだからのやっぱ2位めっちゃ強いじゃんになって、俺は教室で大騒ぎしてる、あっちあっちとみんなみんな見ろこれ見ろもうその時はすでにまだちゃんと戦ってないけどジョン・スリー人気だったからクラスで、うん、やばいことになってこれみんな悲しむぜからの、うん、だからあの漫画知ってれば知ってるほどその先を読めちゃうから、はあはあ、一角でいやゾンビっていうシーンがある、
これね、聞いた上で読んでも負けるって思う。マジで、俺も読み返してると、あ、ジョン・スリー負けたなって思う。でも勝っちゃう。勝つんだ。はぁ、これいいネタバレっすね、うん、だって見たくなるもん。で、しかもこれ作品のまだ中盤だから。あ、マジで、まだまだこれから。いや、ちょっと、いや、マスター、ぜひ。はい、燃え尽きそうよ。これはちょっともう耳閉じたかったらどうしてくださいね。はいはい、はい、次、アジンです。おー、あー、あー、うわー、微妙なラインかもな。クローズ、クローズ。俺はまだ見てないからちょっとごめん、俺は聞かない。アジンっていうですね、殺しても死なない人類がごく少数だけ地球上に急に現れて、で、なんかそのアジンの人権とかを考えながら社会的な漫画と見せかけてバトル描写がひたすらずっと、あの軍事ミリタリー描写とかは超かっこよくて、で、俺これあのアジンを毎巻世界一面白い漫画って呼んでんだけど、もうあのずっと最終巻まで右肩上がって最強だ漫画なんだけど、まあ完結済みで最高の漫画なんだけど、もうその中でもう最終決戦中にアジンってその特殊な死なない人間だからさ、軍とかも結構かかってるの、世界的に秘密裏に。で、政府はその存在を知ってたけど公には隠してたけど、ある日ちょっと公になっちゃって大事になっちゃうって話で、そのアジンってその死なないのよ、死なない性質プラスアジンの特殊能力みたいなので化け物を召喚、簡単に言うと召喚できる、で、それがもう軍事力をもってしてもその強いだもん、あの銃火器くらいだったら全然勝てちゃうみたいなくらい強力なやつなんだけど、要はそういうのの対策に政府が作ってた対野人用の部隊がありますって最初の頃から結構示唆されてるんだけど、全然出てこないの、ずっと。で、ずっと出てこない上にその作品の中でどうしても政府っていうか偉い人たちが悪者っぽく描かれてるんだよ。そのアジンっていう特殊な人種を実験に使ってましたとか、政治的に利用したいであるとか、そういう思惑が見て取れるから、どうしても大人側が悪者みたいな見え方してて、プラス無能チックなのよ。だからその人たちが作った舞台だから別になんか大したことないやろみたいな感じで俺らは読み進めてた。したら最終決戦ぐらいで、あの主人公もアジンなのね、その死なない人間なんだけど、で、その対アジン用の部隊が初登場するの、最後の方で軍事ヘリからシュワーって降りてきて、はいはい、で、やっぱ政府からしたら主人公ってして敵なわけよ、アジンだから、で、バーって降りてきたらアップルウォッチみたいなね、手につけるあのデバイスみたいなのがあって、そこに情報が出てきて、その主人公に合わせたら主人公がエネミー、敵、みたいな感じで出て、そしたらもう一瞬で銃を構えて、アジンって不死だから抜粋銃で眠らせるんだ。で、アジンの戦い方って致命傷を受けたら自分で自分の頭を打って死んで再生して戦うみたいな、死んだら治る、そうそうそう、意外と自分で自分をリセットするみたいな戦い方なのよ。だから麻酔とか打たれた時も自分で自分打ってリセットして戦ったりするんだけど、もうそれをさせないような、そんな隙間与えない、そう、隙間与えない感じで主人公もう完全に完封、完封しちゃうの。で、その時の小回りがすごくて、長井圭って呼んでくる主人公が、長井圭エネミーって出てバンって撃って無力化して、圭が敵のとこに行かなきゃいけないのに無力化されちゃうの、あーっつって、でも主人公はもちろんあの巨大な敵のために戦ってて、そのアジンの部隊も巨大な敵のために戦ってるんだけど、主人公はアジンだから敵っていうデータがあるわけ。そしたら無力化した時にアップデートって出んの、アップデートがちょっとずつパーセンテージ進んでる中で無力化して、無力化し終わって長い系の意識が消えんの、だから画面が真っ暗になるのページが、その直前にアップデート完了、長い系味方ってステータスアップデートされる。そしたら長い系がパッて目覚ましたら、その対アジンの部隊が長井圭を取り囲んで守ってて、この後はどうすればいいって、一瞬、一瞬で、超有能なの、めちゃくちゃ有能なの、マジ何十巻かけて、十何巻かけてやっと出てきて、うわ、絶対無能だと思ってた部隊が、一瞬で、だからもう画面から消えちゃってきちゃった、有能さの描き方がすごーい、かっこいい、それはアップデート中に無力化、アップデート完了ですぐ長い打ってリセットして、 K がパッて目覚めた時に草むらでぐるりと一周8人ぐらいに囲まれて
全員がさっきまで敵やった長生きを守ってんの。もうあこれ泣いちゃう泣いちゃう。やばいわ。声量がでけえ。ほんまに。貫いちゃう。こうやってこうやって。聞こえちゃう聞こえちゃう。かわいい。かわいい。バチってなったんで。読もうかな味。いや味読んで。そっからラスボス戦入るんだもんね。はい。し、そこの前までも毎巻名刺ある。あのもうね作者の方がね一巻ごとにちょうどよく連載してたもん。だからもう毎巻山場次の巻気になる次の巻気になるいいですね。それが今完結済みだからなんと一気に読める。やば大事だよね。いや、いいっすね。読んでください。はい、いいっすね。ありがとうございました。ありがとうございました。特に OK です。セーフ。大丈夫ですか。いやあ声でかかったみんな。あーじゃあ2番目の人聞かせてください。はい、2番目の人。あ、俺か。あ、すいません。どうぞ。少年漫画がやっぱ好きで、はい、ジャンプっ子だったんですよね。はいはいはい。だから、まあ、ジャンプからいきたいと思うんですけど、ナルト。おい、これは聞けます。ナルトです。え、そうなんだ。ナルトだ。そうなんですか。いや、俺これね毎回言ってるんだけど、はい、あなたこれからナルト読めるなんて素晴らしい人生。いや、めちゃくちゃいいよ。大会あるじゃん最初の方に。大会中任試験。中任試験かな。んかの砂のなんとかが中任試験。中任試験。中任試験。止まってんのよ。めちゃくちゃいいとこって。めちゃくちゃおもろい逆に。よくそこで止められましたね。どこで止まってるんだろう。ちょっと生活がやばくなって。やむを得ない。生きるので必死で。生きるので必死で。そんなナルトからどこですか。敵に暁っていうじゃないですか。はい。でやっぱ暁との戦いなんですけど、その中の一つで飛弾と角図ってのがいるんですよ。はいはいはい、いいね。飛弾がしそのアジンみたいな感じなんですけど死なないやつなんですよね、はい、どんだけ致命傷を与えても死なないやつで、ヤンキーっぽい見た目なんだよ。そう、そう変な鎌を持ってて、ね、でなんか変な宗教チックなやつでなんか変な進行してて、うんうん、そいつの能力が相手の血を舐めてで自分の体を傷つけると相手にダメージがいくんですよ。その分あーなんかいたなそういうやつ。ダメージ共有でそいつは死なないから不死身だからね。そう、あの敵だけ死んじゃうみたいな、うんっていうもう厄介なやつがいて、そいつが倒したのがもうめちゃくちゃネタバレなんですけど、アスマン先生、あのサルトビアスマン、サルトビアスマン先生っていう三代目ホカゲの、息子、孫？息子だったかな、まあ、ナルトっていうのに出てくる一番強いホカゲっていうところの一族の人の息子を、まあ、殺しちゃうんですよ。で、その部下の奈良鹿丸っていうのがいるんですけど、中忍試験を突破したうちの一人で、まあ、作中で頭いいキャラですよね。めちゃくちゃ頭良くて、うん、IQ200 あるっていう。でもでも全部めんどくさいんだな。普段はめんどくさがってめんどくせえっつって、うん、でも切れ者なんですよね、まあ、しかまるがそう、アスマ先生恩師だったから仇討ちというか仇討ちに、うんね、なんか里がこう厳重に管理してるなんか森の奥に追い込むんですよ、うん、敵を。でもうしかまるの策略通りそこにうまいこと連れてきて、で殺せないならもう封印しちゃおうってことで倒すんじゃなくてね。そう倒すんじゃなくてでっけえ穴かなんか掘ってて起爆札っつってあの 爆薬をめちゃくちゃばらまいてて実は、うん、敵を動けなくして最後にその、まあ、武器というかその封印するきっかけとして使ったのがアスマ先生がずっと好きで吸ってたタバコだったんですよね。でそれをタバコでさようならアスマ先生つってそれをポンって投げる。 それで起爆札が起動してバーンってなってそいつが封印されるっていうもう名シーンがあるんですよ。名シーンだね。タバコ吸わないのにそう、吸ってそうそう火つけてな。そう火つけて起爆札でのアスマ先生が死んだ後にタバコ吸ってで泣いてるんですよ、うん、でも泣いてるのを煙が目に染み上がるっつって泣くんですよ、ね、それがねめちゃくちゃいいシーン。いやいいシーンですね。めちゃくちゃいい。それが一つじゃん。これちょっと聞いたらまずいやつだね。あ、うん、あそうでした。これかなりまずいよ。これめちゃくちゃいいシーン。めちゃくちゃいいシーン。これはやっぱ最初から漫画ぜひ読んでみていただきたいシーンです、うんうん、でやっぱナルトはもう名刺いっぱいある、うん、いっぱいある、うん、で続いて、はい、僕はあのさくらがおしっこ漏らしちゃうとこが好きです。さくらがおしっこ漏らしちゃう。どこだ。性癖の話しなくてもいいですよ。どこのやつ好き。あの中忍試験で怖くて。あー森で足の森です。あったあったあった。あの髪切る試験。そうそう、うん、その前です。そのちょっと前に決心する前に髪切る。なんか髪まずいかもしれない。え髪切るんですか。いや
切らんけど、切らない、切らない、切らない、いや、切ったらいいなと思って、あー、それは嫌な、あ、そう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 、ショートカット、妄想、あ、よかった、ずっと性癖の話、髪切るだろう、ごめんなさい、ごめんね、でもやっぱ名作は名シーンばらしててもいい、いや、なるほどなるほど、あ、でも、うん、まあ、なんで今日かわからない、なるほど、もう一個なくては確かにね、理由わかんない、そう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 、で、やっぱそうですね、じゃあ同じジャンプつながりで、お、20巻以下で終わる作品、お、やっぱ名作だと思うんですよ、幽遊白書かな、え爆満なんですよ、わー、聞けない、聞けない、これもわかん、俺、嘘、これもわかん、どうしよっかな、マジで、俺は読んでるからいい、マジで、これ別にフレームアウトする必要ないんだよね、そうだ、爆満ってあの、みんなで切磋琢磨していくみたいな漫画なんですけど、うん、やっぱ一人もうめっちゃ敵みたいなやついたじゃないですか、うん、覚えてます、七峰通るっていうんですけど、うわ、はい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 、あの、どんなやつ、みんなのなんかアイデアを寄せ集めて漫画を作る、あー、いたいたいた、そう、あの起業して、そうで、まあ、それで一回なんかやられちゃうんですけど、そうね、最高と囚人があのそいつに電話するシーンがめちゃくちゃ好きで、あー、あれね、はい、バトル漫画っぽいなっていう、あの宣戦布告するんやな、そう、宣戦布告するシーンがあるんですよ、そんなんで漫画描けるから、そうで、そこのちょうどね、あの週刊誌の一番最後のページのコマなんですけど、未だに覚えてるんですけど、10周で打ち切りするのは無理って言ったけど、10周で打ち切りしてやるっつって宣言して、その回が終わるんですよ、おっていう回があって、そこがめちゃくちゃ好き、そこめっちゃいいよな、でもなんかあそこのやっぱこう情熱 VS 合理性みたいなね、うん、なんかそこもね、あいつはあいつでなんか信念があるみたいな、うん、なんか上がろうじゃなくて下げようっていう対比がいい、めちゃくちゃいい、そう、10巻、ちょうど20巻かな、うんうんうん、名作ですね、あとバクマンでやっぱ好きなのは1話と最終話のタイトルが一緒、あ、出た出た出た、サブタイトルが一緒、夢と現実っていう、それはあ、そっか、対比なんだ、そうなんですよね、まあ、1話目読み返したらエモいやっちゃう、エモいんすよっていう話でした。エゴいって。っていう。とりあえずジェスチャーで電話がかかってきたことだけ分かった。とりあえず電話が関係することだけ。まあまあまあ分かんないですからね。で3つ目。おいよ。これあの週刊誌変わっちゃうんですけど。はい、ガッシュ。あ、ガッシュか。ガッシュ。いいじゃん。どこやどこや。大好き。ガッシュの。当たってみやがれや、大丈夫、ガッシュ大丈夫、あ、大丈夫、本席の雑誌名作だよ、大丈夫、いや、あの、もちろん全然見れるし、あの、ネタバレ聞いても楽しめる自信がある、楽しめる、いや、めちゃくちゃいいっす、コルルっていう女の子、ねえ、そこはねえせんな、魔物が出てくるんですけど、カラオケでかさぶた、かさぶた歌ったら絶対出てくる、毎回コルル、ずっとかさぶた中コルル戦、コルル戦、ずっとシュシュシュって、そうで、その中でコルルって女の子がいて、めちゃくちゃ優しい女の子なんですよ、うん、戦いなんて、戦いなんてできない、優しい子やねっていう女の子なんですよね、うん、でもその女の子と戦うことになっちゃって、その子あまりにも戦えないから、なんか確か魔界から来る時かなんかに、その人格が変わるようにされちゃうんです、戦わない性格の子が戦うようにちょっと仕掛けをされて現世に送り出されて、 それは第三者に、第三者っていうか、そのシステムに、そう、主催者システムにやられるんだ、そう、残酷や、で残酷やな、もう性格が変わっちゃって戦闘モードになっちゃうのよ、もう凶暴化して、なんかもう見た目もなんか、見た目もジャキジャキになって、ジャキジャキになって、もうなんか爪でガーって引っかくみたいな、うんうん、なっちゃうんですよ、でそのガッシュとその女の子が戦うことになって、うん、で、まあ、結果としてその女の子が負けて、うん、ガッシュ勝つんですけど、その時になんでこんな争いがあるんだみたいな、そう、本燃やされると魔物が消えちゃうんですよ、で、なるほどね、魔物消えちゃってその魔界に帰るっていう、まあ、脱落みたいな感じ で、コルルがガッシュに託すんですよ、消えながらね、消えながら優しい王様になってねって言うんですよ、優しい王様なら託して、うん、こんなことな、ね、起きないのかなって、そう、戦いなんてしなくていい、最後に思い出したってこと？いや、それであの、その正気に戻るのよ、正気に戻るんですよ、なんかこう、それが終わった後なんかはって、そうそうそう、私またやっちゃったのみたいになるの、そう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 、でもう耐えられないから、うん、燃やしてっていう、そう、燃やしてっていう、あそこ大好き、いや、いいね、いや、もうね、本を燃やすと魔界に強制転送なので、うん、死なないんだよ、うん、死には死なない、死ぬわけじゃないんだけど、うん、すっごい、うん、もう会えないわけですね、離れ離れになっちゃうんですね、特にその人間と魔物はもう会えない、そう、ガッシュは帰れば魔物同士には会えるけど、そう、あの
本燃やしてガッシが清丸にめっちゃ怒る。そうめっちゃそう清丸がね言 う, そうあのちょっと火がついちゃって消そうとすんだよね。そうパタパタパタなんかガッシャ口から技が出るんですけど、うん、出してる間一瞬なんか記憶飛ぶんですよ。そう気絶で、うん、ね、その持ち主が呪文言ったら強制発射なんですよ、うんうん、だから持ち主がグッてこらえながらガッシュの技出してそのちっちゃい本当に弱い攻撃にで本に火がつくんですよ。でガッシュがハッて気がついたら本が燃えてるから、うん、いやなんてことするんだ、うん、っていうところがあるんですよね、うん。そう、あ、泣きそう。わかる。そうね、わかる。そういうなるよね。で、うん、優しい王様になってねって託すんですよ。うん、そで、その女の子が使う術って、うん、すげえなんかもうやっぱ攻撃的な術しかない。そうやね。なるほどなるほど。なくて、で、一番最後、そのめっちゃ悪いやつできて、うん、ラスボスね。の中でもラスボス。うん、最終あれ飛びました今、うん、冒頭から。一番最後なんですけど。一番最後に、その魔物が、宇宙行っちゃうんですよ。なんかこうちょっと話の規模がでかくなってでかくなって、なるほどなるほど。でもその時に今まで脱落していった魔物たちがガッシュに協力してくれるんですよ。魔界から力をくれる。そう力を送ってくれて魔界に帰ったやつらからやつらからこれ私の術これ僕の術うわー使っててやばーそうでその力のおかげで、うん、その宇宙に行けるんですけど、うん、ここでコルルの術も協力として出るよね。攻撃だ、攻撃方法だらけだった。だったのが、うん、その宇宙行っても体が大丈夫なように、うん、ガシたちの体を守ってくれるっていう能力。優しい能力、ね。っていう術。あっちに帰ったからか。そう。だから、ま、魔法の穴あれ、その子の性格が反映される魔法が出てくるから。なるほどなるほど。で、その時に、ね、ガシにガシ、私優しい術も使えたんだって言うんですよ。もうボロボロボロもう最終奥義やもんなあれな一番最後にそれが来るっていうのが、うん、そう泣いちゃってやばーでそこで戦いに行くんですよ最後に私優しい術も使えるんだっつってコルルらしい術なのだっていう、うわーやばーもう泣いちゃってボロボロ俺そこ4回泣いて5回泣いたボロめちゃくちゃいい話いやそれ毎回てか今見ても絶対泣ける。泣けますね。っていう。いい話。マジあっち。っていう。こうとか。そうなんですよ。ずっと紙芝居。そうなんですよ。いや、いい芝居選べよ。いや、俺あの、コルルのとこダメなのよ。いや、いや本当に。一巻だぜ一巻の、一巻なの一巻の出来事で、後のライバルになるやつと戦いを経た後の、なんか、初の敵なのよ。そう。うわぁ。最初の話といっても過言ではないの。で最初は火の粉を払うだけやって振り払う火の粉、うん、でもその子が優しい王様がいたらこんなこと起きなかったのかなって言って、うん、ガッシュは決意するの、うん、だったら我が輩がもう優しい王様になるのだっつって、うん、そうあの勝ち残る絶対に勝ち残ってそうきっかけの子なんですよね、うん、へそうガッシュが優しい王様になるのはその子に言われたからなのそうだからその子に言われたから決めんのそう最初から掲げてるテーマじゃなくてそうそうそう最初は分かんないの何なんだろうこれなんで戦うんだろうっていう家庭がそこから見つけていくんだそううわでコルルが大きなきっかけをくれてガッシュっていう人格が出来上がってそうあのたくさんの魔物と絆をつなぎ戦いっていう、うん、そらかさぶたでずっと出るわそのシーンそうよいや名シーンが流れてる毎回流れるかさぶた中はずっと戦ってる戦いのシーンだ戦って最後の方であのコルル泣いてるそう、うん、そう、 うわ大事なキャラですねめちゃくちゃ大事で今、うん、ガッシュ2が2がえ2でやってんのそう前終わったんすけど熱かった今2が連載2が連載中です開始こないだされて、うん、ぜひ前回の続きまあそれ読んでからのまあまあそうだねいやでもガッシュはねみんなやっぱ思いみんないろんな思いがなるほどね名作ですこれ名作ですね本当に名作藤田漫画が好きなら絶対好きですそうなんですね無駄なシーンが一個もないないですねあーなるほどね第1話があもうダメだダメもうねガッシュだけの回作らないとこれはそうガッシュ会芸人ガッシュ会やりたいけどじゃあ芸人ガッシュ会やらっていう普通芸人やばっていう僕の参戦でしたいやいいねなんか、うん、モンスターズメイトってやつらのチャンネルを登録しとくとなんかいい感じらしいあそうなん、うん、ついでに、うん、面白かったらだけど高評価ボタン押してもなんかいい感じらしいよへえよく知らんけど押しとこう